キトリ役の清水理瀬です。キトリはとても元気な子で、舞台に立ってみんなの前に出るとその場がパッと明るくなるような太陽みたいな存在だと思います。まだ15歳なので、あの2幕では大人な雰囲気を演出したりするんですけど、その演技などが難しかったり、ちょっと色気とかを出すのが難しいです。本当にキトリは自分の中で一番好きなキャラクターだし、すごい見てて楽しいので、で自分がまさか本当に踊れることになるとは思わなくて、すごく嬉しかったです。実感はすぐ湧きました？いや、舞台で踊ってる想像はつかないです。今は？今もうあんまりもちろん全幕の主役だしプレッシャーもあるんですけど、でも K バレーの、もう舞台セットとか衣装を着れることがとても嬉しいので、自分の公演がすごいみんなにとってもお客さんにとっても良かったと、楽しかったって思ってもらえるような舞台にしたいです。キム・ヨンフィです。で役は、バジルです。はい、あのバジルなので、Kバレーのかっこいいの代名詞みたいな。清水さんは一緒に踊ってて、安定した踊りもする方なので、すごいパドゥドゥとか一緒に踊ってて、すごい安心して踊れますね。いや、もう舞台で出し切りたいので、出し切るためにやっぱり練習も重ねて、まあ演技も踊りもですけど、いろんな使い方だったり表現の種類とかも、もうリハのうちからいろいろ試したりとか、もう数、とりあえず数こなして、もう本番できるだけノイズを減らして全部持てるものを出せるようにしたいですね。鈴木理香子です。メルセデスを演じます。帰国子女なんです。アメリカのテキサスで生まれて育って、それで3年か4年前に日本にバレエをもっと上手になりたいと思って来ました。メルセデスって書いてあった時に、なんか本当かなってちょっと思って、でもでなかなか何回かリハーサル通っても、ちょっと自分がメルセデスだってことをなかなか受け入れられなくって、すごくまあやっとちょっと実感が湧いてきたぐらいですね。まあメルセデスはすごく私にとって憧れの役で、ずっとそれでやってみて、もうその憧れがどんどん大きくなってたんですけども、理想の女性ですね。なんでそれを演じれたらなって思います。これからレッスンですか？あ、はい、そうです。スクールも11月から本校に通い始めました。で東京に来たのもそれで11月ぐらい？そうです。どうですか東京の生活？ちょっとなんか名古屋から来たので、都会すぎてあんまり慣れないので、それと、まあ、バレエが忙しくてあまり出かけてないので、満喫できてない気はします。自分 の, スタンダードが高くなっていくと、もっとここも直せたらいいな、ここも直せたらいいなとか、イメージが、しかも役のイメージが湧いてくると、なんか自分の理想ができて、それにやっぱ近づきたくなるので、なのでもう課題がどんどん増えていくのかなと思ってます。もともと結構バレエ始めるのが遅くて、13歳で始めたんです。はい、なのでちっちゃい時からずっとバレエをやってる感じの、みんなみたいにちょっと違うので、初めにもうユース の, オーディションを受けたり、初めのリハーサルの時からうわうまみんなと思って、ちょっと怖かったぐらいなんですけど、
どんどん仲良くなっていくじゃないですか、うん、そうするともう本当にみんな優しくって、でも個性がみんなあっていい意味でのライバルではあると思うんですけど、うん、なんかあの子よりもあの子に負けたくないとかではなくて、自分も上手になりたいけど、うんうんうん、他の子にもなんか良くなってほしいって思いますね、うん、やっぱり同じ作品をみんなで作ってるので、なんかみんながいいからこそいい舞台ができるのかなと思います、うん、まあ、本当に今リハーサルしてて毎日楽しくって、みんなとどんどん舞台が作り上げられていくのがもう見てて本当にワクワクするので、このワクワクを保ったまま本番を迎えて自分のベストを尽くせる舞台ができるといいなって思ってます。田中大地です。今回エスパーダ役を踊らせていただきます。きっかけは、K バレースクール時代からユースの舞台には参加させていただいていて、今回で4度目トム・ソーヤやって眠りやってで、前回くるみで王子やらせていただいて、で今回エスパーダはやっぱりトレアドールの中でも花形一番目立つ存在で、やっぱり存在感とオーラと貫禄と全てを兼ね備えたキャラクターだなっていうのは見ていてすごく感じるので、でもちろん K バレーカンパニーの公演でも過去に先輩たちが踊られてきた舞台も見てるので、そういうキャラクターを自分が踊るにあたってしっかりこういろいろ勉強して、その自分に出せるオーラと存在感をと華やかさをエスパーダでは大事にしたいなと思ってます。まず熱気、スペインのこの情熱をまずお客さん全員が熱くなるぐらい、やっぱ熱気と華やかさとドン・キホーテ、スペインの話ですから、その熱気をまず伝えられるように、その中でもこう目立つ存在のエスパーダ、華やかさと品もありつつ情熱もどっちも兼ね備えたようなエスパーダを演じたいですね。なんか目標があるので自分の中で、そこにどう到達できるかっていうのは日々考えながら踊ってます。本番は7月になるので、残りの期間、今リハーサル約1年間かけてやってるので、もっともっと完璧なエスパーダを僕目指しているので、その本番の舞台で完璧なエスパーダを演じられるように、残りの期間リハーサルしっかりして皆様を熱いスペインの舞台に連れて行きたいな、そのぐらいの熱気と華やかさを持って色気とエスパーダ演じたいなと思います。